インターネットレディオ Good Air .com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3,GO! さあ、平戸の物産館のところからちょっと走ったところですけれども、田平って町ですかね、今ね、ちょっと海はね横にあるんですけども、なかなか見る機会が今んとこないですね。もっと海沿いに道あんのかな、なんかありそうな気がしないでもないんですけど、あ、海水浴場もありますね。うわ、ここの海水浴場も綺麗そう。この辺はなんかアジの、水揚げが日本一らしく、アジフライの聖地と呼ばれているそうです。でも別にアジフライ屋さんがあるわけじゃないんだねねえ、聖地だな。ちょっとアジフライ屋さんいっぱい用意してほしいよね。店あったら俺一瞬で食ってくるから、ちょっとアジフライ食いたい。さて、ここで松浦の火力発電所、写真撮れた？いや、これ授業で使いたかったんよ。あー、なんかレトロバスが走ってる。昭和の雰囲気やったね。はい、こちらも火力発電所ですね。こちらもって言って言おうとしたらもう火で隠れたけ、何も映っとらんちょ、道の駅あるばい。これは松浦海のふるさと館、これワンチャンアジフライいけんじゃないですか。やっぱね、聖地ですから食っとかんとね。さあ、道の駅に着いたかな。これこれ、おいしょ、こうか、こうですかね。はい、着きました。道の駅です。お、綺麗、結構大きいし、アジフライって書いて、健康船だって。いや、健康の船展示してある。ちょっとテンション上がるやん。塾の先生としてはテンション上がりますよ、これ。ついにアジフライが食える。おー、なんかお菓子祭りがやってるみたいです。なんかドコモのキャンペーンやってる。おー、広、広いね。なんかお酒も有名なのかな。あ、ジャガタラオハル、これか。よう看板出てるやつ。熱っ、揚げたてだ。なんかちっちゃいアジフライフィーレもある。やっぱこれだな、極上のアジフライ。あ、サバ寿司とか売り切れてんの。ブリ丼とかあったんだ。わあ、お弁当全部売り切れやな。ないね、安定のかまぼこコーナー。さすがにこんだけ売ってあるとちょっと食ってみようかなと思う。佐世保海港、お、カンパフェだ。初めて見た、カンパフェ。こうなってんだ。なわけ、お祭りやってるからこの辺もないね。お、野菜店ある。ちょっとおやつに欲しいですね。きなこ天ぷらが一番好きだけどね。マジで？あ、本当だ、こんなん売ってんの。アジカレーのヤマトが監修したってすげえ。またいっぱい種類あんね。ブラックモントがある。あ、これはあるある、これは売ってある。うわー、100円なんだ、安い。
え、雲仙ハムじゃない、雲仙ソーセージ。あ、でも雲仙ハムって書いてあるね。よかったね、食いたかったね。ゲットゲット。マジでいろんなもの揃ってる。まさか長崎でバンピーユに会うとは。で、コーヒーとスプーンで乾いてる。めっちゃすごくない？こういうのスターバックスに置けばいいのに。桃の節句にみんな食べてる。うん、カステラ。ピンクが薄いとか何の苦情やねん。こっちじゃない桃カステラ。両方か。なんかめっちゃ気になる。何やろ、何が入ってんだろう、謎のやけどね。高っ。唐辛子しか入ってないけど。お前がしれっと買ったこれ。これ長崎の会社だったの、知らんかった。ハウステンボスにハウステンボスバージョン、あ、ハウステンボスにハウステンボスバージョンがあると。なんか変な人いる。変な人いる。はい、ということで無事にですねアジフライゲットしてきました。早速いただきます。うまっ。しかも熱々なんですよ。やばいなこれ。米が美味しくなる。松浦に本当にアジフライの聖地としてめちゃくちゃうまいアジフライありました。ぜひ皆さんも食べに来てみてください。うまっ。すげえ、これが原稿線。ほう、これが400席来た。あ、ここの海域で見つかったんだね、現行の船が。何分の1だろう。20メートルもあるんだ。しかもこれは NHK の北条泰時の時に撮影で使われたやつだ。へー、ちょっと感動。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきましてメッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。